10連休もあと半分。日本郵便や一部の生命保険会社は業務の一部を今日だけ行っています。箱の中に集められたのが連休中に出された大量の郵便物です。職員が手作業で送り先ごとに分けています。10連休後半、郵便局が普通郵便の配達を行うのは今日だけです。都内の渋谷郵便局で今日配達する普通郵便は平日のおよそ 2.2 倍の29万4千通に上り、職員の数を1割ほど増やして対応しています。めちゃくちゃ多いですね。普段よりかは多分全然時間はめちゃくちゃかかると思います。次に普通郵便が届くのは7日になりますが、速達や書き留め、U パックは連休中も毎日配達されます。一方、ヤマト運輸や佐川急便の宅配便は通常通りの配達が行われています。